でも投げっぷりがいいですね。キレがいいですね。はい。3時間半をすでに経過しています。この試合、この10回の裏がラストイニング、イデホのタイムリーでオリックスが先制、和田のタイムリーツーベースで同点に追いつきました。オリックスの先発が中山、中日の先発が中田金一、両投手ともテンポよくリズムよく投げてきました。試合の終盤は両チームともスコアリングポジションにランナーを進めるんですが、先発の中日中田健一、リリーフの田島、オリックスはリリーフの平野、そしてこの岸田と相手打線を封じ込めています。ですよね。あれがあったからね、このホームランが出たと思いますよ。まあ、打った森の立派ですけどもね、この2人がヒーローですよ。荒木のファインプレーが10回の表。